今回の、内容としましては、人の印象を一番決めてしまう眉というものですね。結構皆さん眉をいじったことがなかったりとか、雑誌を見ても下手かがわからなかったりとか、お悩みの方が多い部分かと思います。で、今日は、基本の眉の形というものをまず新井先生、通称グマ先生っていうんですけれど、このグマ先生が中心になって教えて、で、そこからちょっと男性受けするモテっていうもののイメージっていうものもちょっと提案しつつ眉メイクを指導していきます。で、最後時間が少し空きましたら、ちょっと今してるメイクのどんな部分を直した方がいいのかだったりとか、あとは髪の毛のアレンジができそうな方であれば、簡単なワンポイントアレンジみたいなものも、状況に合わせて提供できればと思っております。とにかく眉の印象っていうのがメイクの数の中でも一番大きいので、今回眉の基本というものをこの時間を通して覚えていただければと思っています。よろしくお願いします。では早速なんですが、本日は眉メイクレッスンさせていただきます。まずお手持ちの資料があるかと思うんですけど、そちらを見ていただくと、眉の、まず黄金比ですね、バランスの取り方と、あとはその際にやるケアの方法と整え方、それから、眉の実際に描いていく描き方、あとはその、個人によってちょっと変わってくると思うので、眉のその形によって印象をコントロールするっていうやり方を今日はやらせていただきたいと思います。で、まず最初に1ページ目を見ていただいて、こちらに眉の黄金比を書いているんですが、ちょっと見ていただくと、雑誌とかでも見たことある方いらっしゃるかと思うんですが、ざっと説明させていただきます。まずですね、A のラインですね、眉毛のスタートの位置なんですが、これが、自分の小鼻、この鼻の横の部分と目頭ですね、目頭、目の一番スタートの部分の延長線上に眉のスタートが来るように、目頭が来るように描いていきます。今ちょっと実際に鏡とかもあるので、自分の眉毛も見ながら、この資料も見ながらっていう形になっちゃうと思うんですけど、やってみていただくと。そうですね、眉毛のペン、眉ペンとかでこう実際に当てながらやっていただくと分かりやすいかと思うので、やってみてください。で、次に、眉尻ですね。一番先の部分なんですが、これが B の線になるんですけれども、これが小鼻と目尻、目のこの一番最後の部分ですね。そこの延長線上に来るように描くと、すごく横から見た時も眉毛が綺麗に、横顔が綺麗に見えます。で、結構これポイントなんですけど、結構いらっしゃるのが、鏡見て正面で描くので、意外とここの眉尻の部分が短い方が多いんですけれども、ここをちょっと意識して今日描いていただくと、横から見た時、横顔って結構人から見られる顔なので、そこを意識していただくとより綺麗に描けるかなと思います。で、最後眉山なんですけれども、先ほどもちょっと質問いただいたんですが、眉山をどういうふうに、どこの位置に持ってくればいいかわからないっていう質問よくされるんですけれども、で、眉山は、眉頭からですね、3分の2の場所に来るように、大体ここの目の黒目の位置ですね、延長線上の間に来るように描いていただくと、すごく綺麗に描けます。あとは簡単な方法としては、ちょっと自分のこの眉毛をこう上に上げてもらって、一番この上に来る部分があると思うんですけど、そこにちょっと眉ペンでちょっと点を置いてもらって描くと、すごく分かりやすく描けると思います。ではですね、その際にですね、ケアの方法なんですけれども、皆さん多分毛抜きとか、あとカットのハサミとかでやっていただいてると思うんですが、3種類ぐらいありまして、まずシェーバーですね、眉毛剃るようなシェーバーを使ってもらうのと、あとはピンセットですね。ピンセットでちょっと太い毛とか下の毛を抜いてもらって、あとは